ないけどあるはず。これはこういうすごいこのボタン。なんか操作感いいな。いいよね。これもさ、どうなってこの入ってんのがいいよね。これ取り分けしやすい。で運ぶときこれ抜けんもんね。抜けるのか。しかもスポーで抜けんだ。スポーで抜ける。これすごいよね。え？これやばいじゃん。レバーはね、待って。このレバーのこの形の、あのむしろレバーあるそうです。あれはあれ、このこれボタンいいよね。これね、俺あんま好きじゃない。あ、これ邪魔すぎ。あ、出やすいやん。柔らかい。柔らかいで沈みが浅いよね。あれでしょ、ヒットボックスやってるから薄いんじゃん。あ、薄いんだと思う。間違いない。滑る。ああ、滑り止めがない。あれだよ。貼りゃいいんだよ。問題ないと。あと、買うと滑り止め入っちゃう。しょうがないんだけど、ジャンプの場所が遠い。あ、遠いんだ。いや、そこに欲しい。ああ、なるほど。あ、ずらしてあるね。ここが大船大運なんだ。これいいよね。これめっちゃいいよ。ボタンが全部パックだからね。ねえ、これ熱いよ。レバーじゃないですか、やっぱり。レバーめっちゃいいな。レバー自体もいい感じ。レバーすげえいいし。これはまだした。もういいよ。これはちょっと変わりたい。絶対買おう。絶対買おう。これは買うわ。これいいよね。いいね。あ、味さんはこれ好きでしょ。うん。ね。音がない。音がない。ほら。静かだね。めちゃくちゃ音ない。隣の人も音専門で。これマジでわかんないね。どっちも出てくる。あと側がでかいのが強いね。側もでかいし。うん。違う気も何曲がりとできる。はい、おしゃれ。これがパンプの基板か。で、APKB 基板ね。うん。濃い。配線も綺麗だね。綺麗だね。今これ買うけどさ。買う？買うけど。これも飽きたらこれ買い替える。買い替えてるよね。で、いつでも麻雀にしていいよ。麻雀。麻雀。緑です。おしゃれだわこれ。下左でやるから、下左で。あ、斜め出るわ。あ、入っとる、入っとる、入っとる。1フレで入ってるから。あ、補助が入ってんだ。これね、モードは変えれるよ、ちなみに。どこなんだ？え、アーリスコは膝当てできるって。俺多分こんな軌道に入らんもん。いいな。この高さいいよね。あ、そうそうそう。多分入っとるんだよ。もしくは俺が今企業だったか、どっちか。必要だって使えない？早いよね。俺が遅いんだけどな。俺めっちゃ遅いからし。うん。で、多分抜けてる。7だったらね。あ、保管してたよ。ああ、買いだわ。買いだよね。あと、絶対これ買うぐらい。お、なんだこれ。もう触らせてもらっていいですか。え、何これ。え、カチカチ薄いです。反応が 0.2 これ、最強はこれ。これ一番新しいのがこれです。あ、でもこっちにある。確かにこっちの方がやっぱすげー すごいわこれ。あれ、マンパーだ。これすごい。あ、YouTube いいですかこれ。あ、見てください。おぉ、全部やってるこれ。え、すごい、すごいわ。すごい。確かにこれになるともうボタンから指離さなくていいかもしれない、ね、人間が洗練されてたらこれ来てるよね。ボタンって本当は添えたまんまで押すのが一番最速なんすか。はい、で、まあ、それに適したようなボタン。追い込みまくってる。左手だけでもこれとか全然合いそう。
すごスライドミール。あ、スライドは激速ですね。右手はさ、タゲコンとか使ってさ、離さなきゃいけないから、普通のボタンにして。これ24、30。発売時期はわからないですね。秋頃。夏の終わりぐらい。夏の終わりぐらい。そう。秋頃。楽しみにしたい。ね。ありがとうございました。大体1個いくらで売る予定なんですか？まだちょっとお値段。1万円。1万円。開始、ありがとうございました。ねえ、モークね。モークはね、聞いたことがいっぱいあるんだけどね。これって、2P でも今僕ですか？ 2P ですか？はい。2P って言います？ 2P プレイヤー。対戦した時に。はい。これはコントローラーとして認識されるのか、キーボードとして認識されるのか。はいはい、あの 1P 固定とかじゃなくて 2P で動く。なるほど。例えば今回みたいなエボでウィングマンを使用してコンバーターで表紙を作ってそのアクティベーションポイントって生きてくるの？生きてる。開発者なんで、アーケードに入れたいんですけど、その辺は反映されているのは PS5 では確認はしています。ああ、本当だ。検証中なんですね。検証中。あ、そうだよね。あ、そうですかね。レギュレーションの時もいいのかどうかって。あ、レギュレーションもね、はい、触った感じどうですか？まあ、触れてます。なるほど。発売時期は7月から8月ぐらい。7月から8月ぐらい。値段が安いからいいよね。で、そうですね。これもボタンってこれで決まってるんですか？そこ分これで決定ですね。ホットスワップみたいなのは、実はホットスワップになってます。上がってんだ。じゃあ違う。アミノのスイッチとまた違うスイッチを使ってまして、チェリーのスイッチなんですよ。チェリーの MXI っていうですね、新しいスイッチなんですけど、まだ世の中に発表されてないスイッチを独自で搭載しているって感じです。これもビタ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 、ほんとだ。これが何この、なんか押した感じがないですね。押した感じじゃないですね。ギュッか。これマジビタビタだと思う。ここちょっとある。だから場所によって変えてんの。博多ボタンついてるやん、博多ボタン。なんか、アクチュエーションポイントを、ボタンをギュッとすると変えれるんですよ。変える、あ、中で。あ、そんなことできるの？キーキャップ側で変えれるし。へぇー。あ、ほんとだ、なんか、ダイヤルみたいなのが入ってる。これで変えるってこと？これが変えるってことだよね。そうそこにはめる。あ、これでアクチュエーション変えるって。すっげえ。なんかね、ボタン攻めして、こんにちは。こんにちは。あ、おしゃれ。手で触ってもらっても大丈夫ですか？あ、本当ですか？軽くてキーストロークも短いんで、すごい扱いはしやすいと思います。すごいですね。売り切れも出てます。結構出てるんですよ。T シャツも意外と。T シャツも。黒巻コーン。これ黒巻コーン。いいなぁ。なんか黒巻さんのやつで、アテコンのレバーのとこにこう丸い金のやつがはめれるやつがある。あ、これだ。取らせてもらっていいですか？あ、ありがとうございます。これすげえよ。すごいよ。音やば。いや、すげえ。これどっか。これいくらの？これハウマッチ？5万4千。ああ、5万4千。高級だね。
着脱式のレバーってあるの？着脱式を浮いてれたんで、はい、明日もしいらっしゃるなら明日は帰国してるので。あ、そうなんですか、はい、こっちがツアーというやつ。いやー、食べてないけど、あるはず、あるはず。勝利勝利。はいはいはい、ナイスー。